パイオニアゼファーとは、かつて、アメリカ合衆国で一世を風靡した流線型の高速列車である。保存中のパイオニアゼファー展望室部分入りの一種、イーストデビュークに到着する、バーリントンゼファーシカゴのユニオン駅に到着した、バーリントンゼファー蒸気機関車がまだ主流の時代、斬新なデザインのディーゼル動力、ステンレス製の車体は、先進的で、 乗用車の普及により衰退しつつあった、米国の鉄道旅客輸送に希望を与えるものであった。この車両は1934年に、シカゴバーリントンクインシー鉄道向けに製造された。ゼファーと名付けられ、旅客輸送の宣伝に一役買った。台車が車体と車体の間にある、連接台車方式である。製造工程では軽量化のため、ステンレス鋼の接合に当時としては、 革新的なスポット溶接を使用していた。1930年代、米国は世界恐慌の影響で、企業は資金繰りに苦しみ、貨物輸送が減っていて、人々の購買力も落ちていて、遠距離の旅行は控える傾向にあった。たとえ彼らに旅行するためのお金があっても、旅客輸送に用いられる機器は19世紀半ばから、ほとんど進歩していなかった。鉄道会社は、 大衆の旅行に新しい時代が到来したことを訴えかける画期的な手段を必要としていた。グレート、ノーザン鉄道で機関車県員によるパイオニアゼファー1は再び大衆が旅行に関心を持つことを意図して投入された。社長のバットにとって列車を名付けることはとても重要な作業だった。彼は Z で始まる名前を求めていた。なぜなら旅客輸送において文字通り、 最終だったからだ。バットと従業員たちは辞書から最後の号を探し候補に上がった。いくつかの候補の中でゼファーはバットの思い描く列車のイメージにぴったりだった。1932年、ラルフ・バットは自動車用の交材会社であるバット社の創業者であり社長であるエドワード・ g バットにあった。エドワード・バットは ステンレス製の機動車の試作品を実演した。ステンレス工は従来の木や圧縁工に対して軽量で無塗装でも錆びる心配がないなど従来の素材に比べた大なり点があることが判明した。問題はいかにして車体を製造するかだった。どちらの会社にもこれまでに鉄道の車体をステンレス工で生産した経験はなかった。それまで 通常の鉱材ではリベットで接合していたが、ステンレス鋼では大電流を流して、スポット溶接することで解決した。外観は、航空機技術者出身者だった、アルバートガードナーディーンが設計し、彼の兄にあたるウォルターディーンがデザインした。最初のゼファーは、バッド社で1934年4月9日に、完成した。8気筒。 600馬力でウィントン社の8から 201A 型ディーゼルエンジンを搭載していた。シカゴ科学産業博物館では1994年まで外に置かれていた。イリノイ鉄道博物館に寄贈されたサンタフェ千9 0 3乗機機関車と入れ替えられて屋内に展示されている。米国の鉄道史において三々と輝く一時代を築いたゼファーは多くの会社から模型化されている。 ありがとうございます。